愛です。明かりだよ。AI イラスト屋の使い方を詳しく知りたい。テキストから画像を生成したい。愛知、教えてちょうだい。イラスト屋を使っているけど欲しい画像素材がないというときは、AI イラスト屋を使いましょう。テキストから生成して欲しい呪文を入力することで、すぐに画像生成することができます。この動画では、AI イラスト屋の使い方について解説します。 まずはログインをしましょう。右上にある、無料新規登録をクリックしてください。ログイン i ズ Google をクリックしてアカウントにログインしましょう。画像生成する方法について、ログインしたら上部にある画像生成をクリックしてください。プロンプト内に画像生成してほしい呪文を入力してください。今回の例では、ガール、シティと入力して女の子と市を生成します。 生成ボタンをクリックすることで画像を生成することができます。一度の画像枚数が4枚設定ですと、右側にある残り枚数から4枚消費します。画像生成できると、右上にあるダウンロードアイコンから画像をダウンロードすることができます。生成した画像をクリックした後に、右側にあるダウンロードボタンをクリックすると画像をダウンロードすることが可能です。 AI にプロンプトを任せる方法について AI でプロンプトを最適化をクリックすることで AI に自動でプロンプト内容に関連した呪文を生成させることができます例としてシティ、ウォーキングと呪文を入力してから AI でプロンプトを最適化をクリックしてくださいこちらのように AI が自動でプロンプトに関連した言語を生成してくれます何を入れていいのか迷う人は 一つの田んぼだけでいいのでプロンプト内に入れてから、あとは AI にプロンプト内容をお任せしてみるといいでしょう。キャラクターを指定して生成する方法について、キャラクターの項目では生成したいキャラクターを選択することで、プロンプト内に人物の呪文を入力しなくても人物が生成できるようになります。この例ではプロンプト内に女の子の呪文を入れずに、 ペインティングとだけ入力して女の子が絵を描いている様子の画像生成をします。こちらは生成した結果になります。絵を描いている女の子の画像を生成することができているね。画像をサイズを変更する場合は、重横比の項目から可能です。重横比では、横長、正方形、縦長の3つを選択することができます。生成枚数を変更する方法について、 一度に生成する枚数を変更したい場合は、生成枚数をクリックすることで可能です。最大5枚まで生成可能であり、枚数を多くして生成すると消費枚数も比例して多くなります。背景を透過させる方法について、背景透過にチェックを入れると、背景を透過して生成できます。人物の実を生成したい時に使用するといいです。こちらは生成した結果になります。 背景がほとんど透過されているね少し編集する必要はありそうだけどすぐにきれいに切り抜いて人物の身にすることはできそうだねネガティブプロンプトについてネガティブプロンプト内には画像生成してほしくない呪文を入力してください AI イラストや高品質で生成されるようにあらかじめ呪文が入力されているから手間いらずで便利だねプロンプトを再利用する方法について 生成履歴からプロンプトを再利用をクリックすることで、再度同じプロンプト内容が自動で入力されます。最初からプロンプト内容を入力する手間を省けるので便利だね。料金、有料プランについて AI イラスト屋は月額1480円のプロプランに加入することで、無制限に画像を生成したりダウンロードすることができます。AI イラスト屋だけでなく、 AI 素材 .com 内にある素材も無制限でダウンロードすることができるので、お得なプランです。本格的に AI イラスト屋を使いたい人は、ぜひ加入してみてください。まとめです。無料版では20枚まで画像生成することができます。AI イラスト屋を使うことによって、イラスト屋にはなかった欲しい画像生成をすることができます。ぜひ画像生成を楽しんでみてください。 以上で AI イラストやの使い方について解説しました。アイゼネでは生成 AI に関した情報発信をしています。動画の内容が良ければチャンネル登録よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。